リポーターの今野ゆりです。本日皆さんにご紹介するのはこちら、東京ヴェルディビーチサッカーチームです。サッカーとは一味違った魅力にあふれるビーチサッカー。アクロバティックで華やかなプレー、一試合100本にも及ぶシュート、そして童心に帰ったかのように裸足でボールを追いかける、それがビーチサッカー。東京都立川市の立飛ビーチをホームにする東京ヴェルディビーチサッカーチーム、 J リーグに加盟している東京ヴェルディの傘下として2年前に発足しました。この日は公開トレーニングマッチが行われますが、その試合会場は選手自ら設営。日本ではまだ全国リーグはありませんが、東京ヴェルディビーチサッカーチームは昨年2つの国内主要大会で連覇を達成、未だ公式戦無敗。そのスター軍団を牽引するのはモレイラオズ選手、監督そしてクラブの代表も務めています。昨年4度目となる世界年間ベスト5プレーヤーに選ばれました。オズ選手が魅力あふれるビーチサッカーの醍醐味を語ってくれました。まあアクロバティックな感じなので展開もとても速いですよ。まあ、0対0とか1対1の試合にならないので、大体10対5とかすごくゴールもいっぱい入るので、まあ、あとなんかそのオーバーヘッドキックという、まあ、ビーチサッカーの一つの魅力ですけど、やってる人と見てる方もすごく楽しめると思いますので、うん、ぜひビーチサッカーもやりましょう、はい、でもやっぱり試合展開が早いですね。ビーチサッカーは目が離せないほどの展開の速さが魅力の一つ。キレキレでしたね、動きが。そうですね、はい、いつも通りですね。いつも通りですか。いつも通りです。山内選手はビーチサッカーは人の心を動かす魅力あるスポーツだと力説します。自分がこう輝ける場所っていうのはサッカーっていう根底がある中でフットサルやビーチサッカーあると思うんで、はい、まあ、今後いろんなものにチャレンジをして、うん、まあ、特に僕らにビーチサッカーやってるんで、はい、子供たちもビーチサッカーにチャレンジしてワールドカップだったりとか日の丸を目指して頑張ってもらいたいと思います。ビーチサッカーではゴールキーパーも主役の一人。まあ、僕はキーパーやってるんですけど、はい、やっぱキーパーから試合展開が始まるっていうことが多くて、あ、まあ、アシストできたりゲームを作るっていうところが一番重要だと思うんで、そういうところがまあ面白さとかもありますね。なんか初めて生で凱旋したんですけども、すごくなんかシュートの回数がやっぱり普通のサッカーよりも多かったので、見ていてすごくエンターテインメント的にもすごい楽しめました。運動しとしめじ、せーの、運動しとしめじ。ここでビーチサッカーの基本テクニック、スコップを披露します。ビーチサッカーの基本である、はい、スコップでパスを教えたいと思います。はい、普通に蹴っちゃうと、はい、正直自分でもボールがどこに行くか分かんないわけで、だから浮かして蹴ります。浮かして蹴る、ボールの下に足を入れて浮かします。軽々とこのスコップで浮かせたボールを空中でパスしたり、アクロバティックなオーバーヘッドキックへつなげたりします。で、膝使って、うわ、どうですか、ちょっと浮きました。あ、でも楽しい、浮くと気持ちいいですね。あなたも砂浜で裸足になってボールを蹴ってみませんか。次回は東京ヴェルディビーチサッカーチームの今後の目標と活動内容、そして今年始まるワールドカップに向けての情報をお届けします。